平尾さん、お疲れ様です。おいっす、お疲れです。オープンまで約1ヶ月切ったんですが、はい、今日はどんなワークアウトをやっていきますか？そうだね、ちょっとね、やっぱスタミナも戻りつつある気もするんだよね気もしますね。気もするんだけど、はい、まあ、ここら辺でまた激しいやつでね。激しいやつ、うん、心臓をさらに心臓をいじめていきたいなと、とは考えてる。心臓をいじめる、どんなメニューをやりますか？うん、そうだね、やっぱ一番しんどいやつだね一番しんどいやつ一番しんどいやつ、クロスフィットで一番しんどいやつを、とりあえずバーピーはやりたいよね。バーピーですか？うん、まあ、オープンでもかなりの頻度で出ますね。そうそうそう、まあ、バーピーやっぱ苦手だし、はい、うん、苦手な分やっぱ息も上がりやすいし、はい、まあイーモム20分ぐらいか、やっぱり20分、イーモム20分、バーピーとスラスター。スラスター、うん、何回ずつやりますか？25回ずつぐらい。25回ですか？うん、もう多分もう僕休めないですね。まあ、無理かな無理か、もうそうですね、まあ、25回ずつ20分無理か。20分は無理ですね。まあ、じゃあやっぱ10回か、とりあえずは。あ、10回、なんとなく想像ね、まあ、10回ずつでもかなりなボリュームですけど、ね、3秒に1回やって、はい、30秒休めるぐらいの感じで、10回スクワの10回バーフェンシングバーピー。はい、わ、うん、かりました。これでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。3、2、1
10秒前。
お疲れ様でした。いや僕、うん、17分の途中で脱落しましたね、うん、平川さん最後まで一応ね、うわ一応ね強すぎです、うん、やっぱそうスタミナ戻ってきてるっていうちょっと自信があったのであんまりこう焦らなかったかな、うん、なんかあそうです、僕半分過ぎた、まあ、6割くらいワークアウトが来たところで足がちょっとパンパンになってきちゃって、うん、そっからがもう一気に限界が来ましたね。確かに加賀くんのスラスターのスピードが半端なかった正直なんかなんすかね、なんか僕の作戦ではバーピーをゆっくりやって、でスラスターでなるべく早くやってバーベルを持ってる時間をなるべく短くしたかったみたいな、ね、感じだったんですけど、まあ、その分足が早くパンパンになっちゃいました。そうだね、なんか今スクワットもね結構上がってるし、まあ戻りつつあるって感じです。正直ついていけなかったね。俺もちょっと価格に合わせてやろうかなと思ったんだけど、普通についていけなくて、別に落としたとかじゃなくてスピードフェーシングもしてないんだけど、うん、めっちゃ速かったよね。ただその見てる方にお伝えしないといけないのは、おそらく僕のスラスターとバーピーはめちゃくちゃノーレプトラベルますね。あれは正直あれ伸びちゃんと伸びてないし、バーフェイスバーピーって両足揃えてジャンプっすよね。そう、僕編集しててめちゃくちゃ片足でジャンプしてました、うん、あれはちょっとノーレップです。ノーレップだ、ね、お断りをテロップで入れてる、うん、そこのなんていう運動量ちょっと変わってくるからね合わせるとそうですよ ね。でも俺もねやっぱ多分スラスターはちょっとノーレップ多かったね。あそうです、多分、うん、きついから平岡さん足パンパンにならなかったですか。足パンパンにならなかったね。なんでだろうな、まあ、対応できてるんじゃないかな、その回数に。だんだんチャリ通勤だし、あ自転車通勤自転車通勤片道10キロ毎日漕いでるんで、じゃあもう毎日トレーニングみたいな。そうそうそう、本当はね辛いからこうゆっくり出発するんだけど、最後の方やっぱ追い込んじゃうんだよ急にスピード上がって。そうなんです。そう、まあ、それが良かったのかなっていう、こうそうしたっていう、うん、でもやっぱそのペースがすげえ難しいしね、はい、大事だと思うんですよ。スラスターにしても、はい、休むこと考えて早くやるよりはもしかしたらね、ちょっとペース落として、そうですね、分散した方が良かったかもしれない、良かったかもしれない。これをちょっと次に生かして、そうだね、まあ、残りもわずかになってきてるんですけど、うん、まずまあこの基礎的な部分を固めたいですね。そうだね、本当にもうみんなとっくにやってるっていう基礎的なところなんだけど、まあ、そうですね、ちょっとこの基礎的な部分を固めて、で、まあ、リフティングと、あとスキルも、うん、スキルと、あと体重をね、コントロールして、なんとか、そうですね、体重も落として、結構、鍵になってきますよね、うん、バーピー、やっぱり重かったですね、うんうん、確かに、でそこもやっていきたいですね、じゃあまた、頑張りましょう、はい、はい、またよろしくお願いします。またお願いします。お疲れ様でした。はい。